はいみなさんどうもミてぃーです。当二2021年理系6番やっていきましょう。BC、PQR が定数でこういう式が X の高等式で成立するとしましょう。各一番 P が0でないとするときに QR を BP で表しなさい。P が0でないとき定数 A により B と C というのがこういうふうに具体的に与えられているときに、これを満たすような有利係数多項式 FTGT を一つずつ求めてください。A を整数としましょう。そのときにこれが有利係数で二次式の席に分解できるような A の値を求めましょうということですね。全体としてこれが目的で、で B と C というのが具体的なこの B と C というのが B と C というのがこれ与え これを使ってこれを与えてこれを考えるみたいな感じでしょうねまあ、そんなわけでストーリーは非常に明白なんですけど計算を注意してやっていきましょう ではまず括弧1からやっていきましょう。とはいえまず注意で自由度の感覚をまず持っておきましょう。今5つの文字があってややこしいんですけど、5つの文字で式が今3本しか立ちません。なぜかというと4字式の高等式なので式3本なんですね。最高時計数以外のところですから。なのでちょっと文字の換算として2つ自由度があるんですね。この2つを何で指定するかということなんですけども括弧1与えられている,んですいるんですね。B と P で表しなさい。つまり Q、R、C というのを B と P で表しなさいという問題なわけです。というわけでそういう心構えでやっていきましょう。で高等式で式3本やはり立つわけで、B と P によって Q と R を導き いきたいなので Q と R についてこれを解くわけですで C はまあもちろん Q と R で分かっているわけですから C=QR としてあと Q と R を求めたいんですけど QR というのが P の2乗で Q=R というのがマイナス b 分の P なのでこれを足して半分引いて半分すると求まるそして Q と R をここに代入すると C が求まるという感じですさて括弧二2番やっていきましょうとはいえやはり重度の間隔が重要で先ほどは B と P という2つでしたで今 B と C について A でかけているというので重度1になるんですねで全て A で表現するというのが今の哲学ですつまり A によって B を表されていてあと P を表せばいいんですけどそれは C を経由して与えられているということですねなので 先ほどの結論ここに書いてありますけど、ここに A を代入して P を A について解くということが重要なわけです。その過程でこれが出てくるんですね。というのは、まあこれ代入して普通に、まあこの式ですね、ここに C をこれを代入して書いたものがこちらです。で、これちょっと P の4乗と書いてますけど、P の2乗一括りだと思って分母を取っ払ってあげると P の6乗というふうに、まあ4が邪魔なんで、これ 4A プラス3みたいになって、まあ単純に変形しただけですね。で、これがまあ厄介だなと思うわけです。P の2乗の3次式になりますから。でもですね、こういうヒントが与えられてるんですね。非常に丁寧な誘導です。これで必ずく,くれるはずなんです。 ですね、で実際やってみると果たせるかなくくれるわけですそうするとこことここというのが、まあ、こことここという答えになるわけです別に FT とか GT って T にする必要はないんですけどこれが答えになるわけです。 では、過去3番やっていきましょう。A を整数としたときに、この4次式が有利係数の範囲で2次式の席に分解できるかどうかなんですけども、まさにこれなんですよね。B と C というのが B と C で、ここは B と C でまさに与えられているわけです。そうすると B、Q、R が全部有利数であるということを考えたいわけですが、ちょっと気をつけたいのは、各去1、過去2が使えるのは P は0でないときはそう使えるんですね。与えられております。なので、P が0でなければ P、Q、R が有利数であることが条件なわけです。さらにですね、今整数なので、A が整数なので、こことここ整数有理数になります。で、この辺出てくるものが有数 で整数とかになりますそうするとこれ3つの条件いらないんですね P が有利数なら自動的に Q も R も有利数になるので P が有利数であることが必要十分になるわけですそうすると括弧2によって P のみ調べればよろしいというわけですから今これが自然に成り立つわけでもう一度書いておきましたでここよく見てみると2次式2次式全部2次式でこれ全部正なんですねなのでこっちが0しかありえませんここちょっと見分けるのがちょっとややこしいかもしれないんですけど、まあ、もしくはここ P2 乗の2次式と思って判別式とか調べると、まあ、自然と出てくるんですけど、まあ、そこまでいらないんですけどねそのわけでこちらがこれが ががとということが今必要なんですね最低限これがまあ必要になってくるというわけなんです。まあ、P についてはこれが成立しなきゃならないということですね。で、十分性は後ほど確認しますけど、これを求めようということなんですけど、可能性としてかなり少ないので、そうすると A が整数なので P2 乗が整数、つまり P 自身が整数で、これ P2 乗 A2 乗とすると、こういうものを簡単に解けますね。11-1-1しかありえないので、そうすると A が0で P がプラスマイナス1しかありません。そして最後に十分条件なんですけど、A が0ということが分かったので、この時全部代入できるわけですね。えっと、B がこれで、C がこれなのでここに代入すると B と C というのが分かりますで、連なってもう全部 A で表現できているので代入して計算すると PQR というのがまあこういうふうに分かりますそうすると先ほどのこちらですねこの式というのがどうなるかというとちょっと計算してみると実際に十分であるということがわかるというだけですねここはまあごちゃごちゃ書いてありますけど実は十分性を確認しているだけなのでまあ各自やってみてください ではやり残しの P が0のときどうかってことなんですけどこれがまあこれを経てこれで2次式に分解されるかってことはもう各1で途中まで P を割るところまでは使えるんですけどまあ改めてもう一度やってみようと P が0のときはまあ簡単ですからねなのでこの右辺というのが X 2乗プラス KX 2乗プラス R になるので分解できるとするとこれがこれになるということですそうすると係数比較によってまあ2次の項は01次の項も0そしてここの定数項はこうなるということですそうすると A というのがマイナスにしかありませんここが今 0, ですか0じゃないや正なので割り切ることができる 割れるんですね A がス2になってここに代入するとたす r が0で r がで4分の25になりますこれは2次方程式考えてもいいですし R にス9として代入しても2乗がス4分の25みたいになるのでこれを満たす有利数まあいわゆる実数もないんですねなのでいわんや有利数をやということで有利数は存在しないということでこっちの方はダメだったそういうわけで A が0という答えが出てくるわけです。